い。中盤戦の第6レースはガールズレーサーが登場しまして、6レースのガールズ予選の1を争います。前回は嬉しい優勝を飾っています東京2番車の梅川、そして機動力実力上位6番車栃木の梶田舞です。7番の千葉箕田選手から対戦メンバーが集まっています。それでは第6レース L 級のガールズ予選の1対戦メンバーです。1番は熊本田中敦子です。2番は東京の梅川風光、3番は福岡の森美希、4番は福井の浦部香織、5番愛知の佐々木恵里、6番栃木の梶田舞、そして7番が千葉の箕田麻里、以上の7名の対戦です。第6レース先頭員は亀谷隆一です。ガールズレーサー初日の競争6レースの予選の1、今回は追加配分、2場所前の函館戦ではまくって3連勝を飾っています6番の梶田舞がこのレースは人気に押されています。そして初戦は梶田との対戦となります東京の新鋭レーサー112期の梅川風子です。号砲なって第6レースガールズ予選の1スタート、真ん中から4番車の浦部、外枠は6番の梶田、内から3番車森、前3車の争いですが外から6番車梶田が上がります。3番森が2番手、4番浦部が3番手でバックストレッチへ、2番の梅川が4番手で1番田中、5番の佐々木に、最後方は7番の箕田。1周目のこれから2センターから第4コーナーに向かいます。メンバー中やはり前を取ってくる回数多い6番車梶田舞がこのレースも前を取っての競争です。昨年のサマーナイトフェスティバル以来の参戦となります栃木の104期の梶田、このレースは人気の中心に押されています。前々から運んで道中は2番手を取っています3番福岡の森美希です。4番の浦部香織も道中は3番手を取っています。流れに応じての前々戦、そして機動力を持ちます112期の卒業記念レーサー2番の梅川風子は4番手から、前走の弥彦戦では嬉しい逃げ切っての初優勝を飾っています梅川の後ろに1番の田中敦子、まずは仕掛けてくる7番の箕田麻里、箕田もこのレースは積極的に行きたいというコメントを出しています。その箕田がまず中段の位置で4番手、後ろ2番車の梅川風光、中段で少し動きがあって2コーナーからバック、7番の箕田がさらに前に上がってきています。梅川が2番手を追って6番の梶田が前々からの競争で3番手、さらに梅川が仕掛けて箕田を抑えていきます。梅川風子に2番手は少し車間があって、今度は外から6番の梶田舞が上がってくる。最終周回400を通過、先行は梅川風子、2番手に6番の梶田舞が収まっています。3番手が3車ほど切れて1番の田中敦子、内は7番の箕田、2番手からは懸命に6番の梶田ですが、内で懸命に梅川風子も抵抗する。さあインコースに梅川、そして梶田舞と両名機動力の争い、第4コーナー直線コース、粘り込む梅川、梶田舞粘ったか、梅川、そして梶田。第6レースのガールズ予選の1、直線わずかに粘ったか、2番の梅川風光、そして懸命に後位から前の梅川を追いました6番の梶田舞。3番手は開いた体勢、なお審判からの正式な決定、しばらくお待ちください。第6レースのガールズ予選の1、2番車梅川風光、そして6番の梶田舞、両機動力タイプのぶつかり合い、直線粘ったか、2番の梅川、6番の梶田舞、ゴール前の映像は2番の梅川風光、2番車の梅川風光、そして6番の梶田舞が2番手、開いた3番手、前を追いまして4番車の浦部香織が入ってきています。なお審判からのこの後の正式決定、もうしばらくお待ちください。
第6レースの模様でした。第6レース LQ ガールズ予選の1をご覧いただきました。正式な決定はもう少々お待ちください。荒木さん、スタジオでも声が出るほど見応えのあるレースでしたね。いやー、もうあの3コーナーからのあの梅川さん粘り腰っていうんですか、まあ2度踏み3度踏み、それではここで決定です。はい、決定。6レースの払い戻し金額をお知らせいたします。茶番伝承複式2番6番120円、茶番伝承単式2番6番540円、三連勝複式2番4番6番250円、三連勝単式2番6番4番1690円、拡大連勝複式2番6番100円、2番4番200円。